日曜日のちょっと早くからのライブということでね、いや今桜がちょうどめちゃくちゃ咲いているということで、今日のピンク色の桜色のフライヤーがぴったりな感じで、なでしこたちのだけめちゃ久しぶりな感じがします。よろしくお願いします。高島美穂です。ちょっと紹介代わりの曲からいきます。向き合ったらよかったね。
きなつもりで過ごしました。プライド紐解いて見張ってみた。でまともに開いてるわけがない。つまんないこと言いたくはないのに、限界ってこういうことなのか。壊してごらんよ自分のカードと。何が違ってなるかにずっと見切って、かすかな身の前を通って、笑いで虚しくてもうわかんないよ。
言ってるのかわからないですよ。ほら、ほらわかんないよ。頑張ろうと思って、ちゃんと家で麦茶をお湯沸かして入れて、この意味不明な入れ物に入れて会社に持って行って、会社から会社これ持ってって仕事終わってきたんですけど。光りぶりしたらオイルじゃない。オイルじゃないよ。ビール飲めよ。ビール飲めよ。そこやからすぎ。あの辺に置いてるんじゃないの、なんか。ねえ。何ですか。あの辺に置
か。あ、今日 CD を持ってきています。すごい。でも、やからさんかと思ったら味方でした。CD 持ってきてますので、もしよかったらまた声かけてもらったら。心斎橋で見つけた大阪の方だけしかないカツカレー図鑑っていうのがあるんで、それもご自由に見てください。大阪のカツカレー屋さんがいっぱい書いてある謎のフリーペーパー。こっちで見ても何の意味もない。持ってきてるんで。カレー屋さんじゃないんですよ。カツカレーを置いてる店しかない冊子。まあ、そんなことどうでもいいんですよ。マシンっていう曲を聴いてください。